皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんはっていうトーンの方いらっしゃいますよね。今毎回そのトーンがの人が聞こえるんですよ、福岡では。こんばんはっていうトーンの方、自分だという自覚のある方。そう、こんばんはって、この辺でね、いつも。いや、全然いいですよ、いいです、ありがとうございます。はい、そう、毎回聞こえるんですよ。だから前々でね、ここで座ってたと思うんですよね。だから聞こえるのかなと思ったんですけども、今日はちょっと後ろに座っているんですが、はい、聞こえましたね。声が通りがいいっていうのはすごく得ですからね。すごく得です、うん。人生において得なのはやっぱ声っていうのはね、とっても得だなと思うとかあるわけですよ。で、その意味で言うと、僕、声の通りがまあまあいい方法だと思います。だから抜群にいいと思います。で、あと滑舌もまあまあいいんで、だいたい僕の YouTube を2倍速で聞いてる方は結構いらっしゃいます。で、全然聞こえますということですね。で、2倍速で聞いてるんですけども、だいたい普通の人よりも 1.5 倍ぐらいのスピードは話してるはずなんですが、それでも聞こえるということは、良かったんでしょうね。アナウンサーのなんかトレーニングが受けてないんですよね。これどっかで言ったと思うんですけども、昔、独立したばっかりの時に、俺もいつか喋る仕事をしたいなと思って、とか NHK か岩高屋のですね、話し方教室行ったんですよね。行ったんですよ。だから途中参加だったんですよね。で、もう一人、割と年配の男性の方と途中参加で、もともとね、10名、12名ぐらいという、結構出来上がった雰囲気だったんですよ。で、ルールがあるんですよね。なんかチーンって講師の方が鐘を鳴らしたら、なんたらかんたらっていう決まったスクリプトを喋らないといけないということで、で、僕なんかせっかちなもんだから、突然話し始めるでしょ。そしたら、チーンというふうにかぶってしまって、あってなってしまったんですね。そしたら、なんか、その場を仕切ってる、なんか、女性の方がですね、大丈夫、頑張ってとかね、言ってくるんですよ。で、最後、フリートークになって、じゃあ今日のことを踏まえまして、皆さんでこのテーマについてお話しくださいって言ったらさ、そうそう、俺得意じゃないですか。わー、喋ったら、もうアドリブですよ。そしたら、わーってなって、で、最後、シェアタイムがあったんですね。なんか20代ぐらいの若い男性がですね、いやー、びっくりしました、先生、うまいですねって言ったらさ、先生の前で、そしたらその仕切ってるおばちゃんがですね、そんなことないよって言ったら、激高し始めたんですよね。それで、その、もう一人ね、飛び入り参加された年配の男性の方は、僕が言ったら、ね、申し訳ないですけども、全然喋れないって言うて、で、何々さん、来週、次回も来られますよねとか言ってさ、もう俺のことガン無視なんですよね。でも俺、良かったなと思ったのが、あ、そうか、俺がそういうふうに評価されるということは、近いうち、喋る仕事っていうのがやってくるんだなっていうのを、2005年か6年ぐらいに知ったわけですよ。で、その時ね、僕、セミナーという概念ないんですよ。だから僕この家業をもう15年ぐらいやってるんですね。2007年6月9日からやってます。最初ずっとブログを書いてましたんで、なんかこの文章ね、ブログ書く人のセミナーっていうのがあるんだということを知った人が24名来たんですね。一番最初東京で。そしたらなんとすごく受けてしまいまして、で、その次にやったのが東京で30名で集めたら、割とすぐ満席になってしまったんですよね。だからこれいけるなということで、単価をいろいろ変えながら、こんな感じで来てるわけですね。で、最近では800人の前でお話をするみたいな。今日ですね、実は面白い方がいらっしゃいまして、面白いというのはまず何名かいるんですよ、面白い方ね。前回来られた A さんも面白い方ですけどね、はい、大反響です。 A さん、別に A さんという名前では全然ありません。太郎さんでもね、次郎さんでも良かったんですけれども、E さんって言ったらさ、エドワードさんと被るから、あ、ごめんなさい、E さんって本当の名前なんですけど、ごめんなさい、17年ぐらい前に僕と会ったことがある方が今日いらっしゃるんですよ。で、その時もう会社辞めたばっかりで、何者でもないんですよ。だから多分、覚えてはいらっしゃらないようではあるんですけど、僕はなんとなく覚えてて、それで1ヶ月ぐらい前に Facebook でメッセージが来て、で、初めまして、どうたらこうたらこうたらって言って、最近 YouTube を見ていますって、Q3 祭り中ですとか言ってるわけですね。おお、なんか熱いなと思ってみたら、この人は俺どっかで見たことがあると思って、記憶をたどらせたら、あの時に会った人だなと思って、昔ですね、ちょっと詳細は省きますけども、なんとなく大量に人に会ってる時期があったんですよ。手当たり次第に。とにかく手当たり次第に、両稽古で。で、その両稽古で手当たり次第に会ってる時期が、
2005年の6月から9月ぐらいまでなんです。僕2005年の4月いっぱいで会社辞めてるんですよね。4年間やった会社辞めてるんですよ。で5月はインドに行ってるんです。でインドから帰ってきて6月からさあスタート、今の全財産30万円ですっていう状況です。さあどうしようかと、とりあえずもう人に会うしかないなと思って、本当ね今でいう SNS みたいなので登録してなんか会いまくってたんですね、むやみやたらと。で100人ぐらいは会ってるはずです。6月から6、7、8、9ぐらいですね。でその100人の中のお一人だったんですよ。で100人の100人ね覚えてるはずないんですよね。でもね3人ぐらいは覚えてるんですよ。あ、覚えてるってあれですよ、あの名前とかも覚えてないんですよ、顔とか名前とか。ただ印象に残ってて、こういう人に会ったっていうエピソードを喋れる人が3人か4人ぐらいいるんですよね。めちゃくちゃ話が上手い人とかですね、すげえなぁと。もうめちゃくちゃ話が下手な人もいるわけですよ。でまあそういうことでですね、でその割と印象に残ってる方のお一人だったんですよね。でまあ当時僕会社辞めたばっかりで、どうやってこの人生生きていこうかっていう状況だったんですけれども、あれからまあまあ17年経ちまして、こうやって再会できることに感慨深さしかないというか。であの時僕は何をしたかというと、ちょうど 1,2 ヶ月前にとある成功者に出会いまして、この本にもね冒頭で書いてはいるんですが、願いを10個書けということを言われたわけですよ。願いを10個書きなさいって、あ、10個でごめんなさい、正確に言うと1つの願いに対して願いを10回書きなさい、ノートにひたすら。でそれを実践したある人がいて、そのある人も全く覚えてないんですけども、とにかくいたということだけ覚えてるわけですよ。でその人は4ヶ月間実践したんですよね。だからなんとその人だけ月収100万円になってたっていうのは、あ、これだと、書けばいいんだと思ってね。でそれで始めたんですよね。でそういうことを必死でやってる時でした。で月収100万円になるにはあれから3年か4年ぐらいはかかったような気がしますけれども、でもおかげさまでですね、いろんな奇跡が起こりまして、食っていけてたんですよね。普通は会社員に戻ったり、まあ、するのが大体順当なところですね。僕もいろんな人が会社辞めたっていう人を聞いてるんですけども、大体戻っているか、大体より悪くなってるんですよ。だからこういったら申し訳ないんですけども、もう起業したいんですけどっていうふうに相談してくる人は基本的に失敗します。これセオリーなんですよ。起業したいですって俺に相談する人は基本的に失敗します、はい、だから僕はその人に対しては絶対に会社辞めないでくださいねって言います。で成功する人はどういうパターンかというと、何も言わないで辞めてるんですよ。でもしくは事後報告、いや起業したいんですよって言ってきたとして、で最初にいや辞めた方がいいですよと、いやそんなこと言わないでくださいよ、もう辞めてしまってるんですよと OK です、はい、あなたは大丈夫ということですね。相談する人は何かって言ったら、なんかね、担保というかね、現実というか確かさが欲しいだけなんですよね、単純に。まあ例えば僕なんか別にね、成功と言えるか分かりませんけども、まあ17年間ぐらいこうやって自由に暮らしてます。でなんか僕に、あ、大丈夫だよって言ってもらえたら安心するんでしょうね。でもそういう人は安心したいだけであって、それ以上のものはないわけですよ。で安心とかね、不安とかっていうのは、もう幻想ですからね。もう今日の今日の話なんですよね。いろいろとバタバタと動きました。昨日今日の話であります。まず一つ、僕の決算が昨日終わったんです。この会社、丸い人株式会社の第2期目が終わりました。これ衝動的に2年前に自転車に乗っていると、ジャズ専門の会社を作りなさいというように天の声が聞こえたんですね。でそれやりました。ちょうどそれと同じくして事務所を立ち上げなさいというのが聞こえたんですよ。ですぐやったわけですよ。で最初の方、事務所立ち上げたばっかりで、いきなり YouTube のチャンネルが止まってしまったんです。わかんないですよ。それまでは順調にずっと上がったんですよ。で10万人突破しましたって言ったんですけども、帰ってきて10月21日設立日なんですね。それまで1日100人ぐらいでずっと上がったんですけども、その日からピタッとゼロになったんです。ゼロもしくはマイナスに。え、なんでと。でこれなぜかというとですね、まあ今ならわかるんですが、やっぱりね、雰囲気があるんですよ、僕のチャンネルの。
ここにお釈迦様がいてどうたらこうたらとで引っ越ししたばっかりの時にそれがなくってしかも何もなかったから声が響いたんですよね。あ、なんかちょっと違う違和感あるなと思って離れていったのかなっていうふうに今なら仮説できるわけですよ。でそれをもうもろに言われたんで、いやあのね、あのこういうのが良かったんですよと本がガーッてあって、でね、引っ越しして、まあ、そのいろんな段ボールが出てきたらだんだん音を吸い込みますので、今はあんまりそれ反響するとかないんですけども、だからもうねすぐにもう一回あれなんだっけ、あの家具屋さんニトリとか、ニトリだったのか、スウェーデンの家具屋さんなんでした、イケア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 に同じものを買いに来ましたから、最初ねケチってね家にあるこのセットをそのまま運ぼうとしたんですよ。でこれはもうすぐに無理だと分かりました。これに家から2階からさ解体してやってたら、ね、あれ実はいくらだったというと2万円なんですよ。激安でしょ、運ぶだけで2万円かかりましたね。だからこれ全部もう解体して、捨てて、で新しく買い直してガーッと組み立ててやったわけですね。であれ本当ね、如実に変わった瞬間にチャンネル登録が止まったわけですよ。でその時に僕の後悔が始まったわけですよ。うわ、チャンネル登録止まってないわけ、事務所しなければよかったってめっちゃ後悔するんですね。で丸い人株式会社ありました、お金だけかかってドア火事ですよ。だけどそれがいいんです。それから今事務所がなかったら、いやどうしてただろうというですね、非常に怖い思いなんですよね。事務所やっといたのときよかったって。でこの丸い人株式会社2期とりあえず赤字なんですが売上が800万ぐらいになりました。これなかなか素晴らしいですよね。なかなか素晴らしいです。でなんとさらに素晴らしいことはですね、今月の10月ですね末に1200万振り込まれることが決まっています。それはそうです。いやありがとうございます。この間のイベントの売上がそのまんま来ます。でもうギャラも全部一応支払い終わってますので1200万円だけがボーンと来るんですよ。しかしその1200万円は昨日税理士さんとこ行ったんですよね。その1200万円は僕は手をつけません、はい、何をするかというとこういうのを作ったり、あと来年の10月23日大阪シンフォニーホール1800人のホールを一応予約しています。審査が通るかどうか分かりませんけど通るんじゃないかなと思います。超ストレスですよ。全然しっくりくないしうまくいくイメージしかないんですが、いろんなことがあるなと思って、とにかく最初うわちょっとやんなければよかったという後悔するのがあるんですけども、その後必ず反転するんですよね、見事に。でそれが終わりました。そして昨日税理士さんここで今年年末、というか正確に言うと11月11日に新しい法人を作ります。一般社団法人新カード協会というのを作ります。何かというとオラクルカードの協会です。あの一般社団法人とね株式会社どう違うのって言われたらはっきり言って僕は説明できません。ちゃんとなんかあるんですよ、公益性があるとかあるんですけども、ややこしくはなんかいろいろあるんですけども、あの、まあ、要するに何だろうね、利益の配当がないとかそういうことだったと思うんですね。ただやってる限りは全然あの違いがないわけですよ。でそれ作りますね。でもうそのネタがもうあるんですよ、あと作るだけ。でそれがあるでしょ。そして今日です、今日天から声が聞こえたんですよ。それまだ誰にも言ってないんです。たださっきツイッターではつぶやきました。不動産会社を作ることにしました。不動産会社を作るんです、もう決めました。で不動産会社の作り方を見たらですね、まず大切なことは事務所が大切だと。事務所を立ち上げないとダメらしいんですよね。事務所を立ち上げないと、もうちょっと名前は分かんないんだけども、なんたらかんたらっていう協会に入らないといけないとか、で入らなかったら1000万かかるとか、なんかいろいろあるらしいんです、とにかくですね。でちゃんとは調べてもらっていませんけど、なんで概略だけ見たら、とにかく事務所設立が大切ですよって。でね、不動産会社っていうのは、実を言うとですね、お金かからないんですよ。どういう話かというと、不動産を買って貸すだけです、基本的に。不動産を買うんです。ただしそれは現金で例えば4000万ガーンって払ってそれを家賃20万取るわけじゃないんですよね。銀行からお金を借りてローンの返済をします。で誰かに貸したら、例えばローンの返済が月に10万円としましょう。で15万円で貸したらざっくり5万円が入ってきますよね。それが何等かあれば、まあ、そこのところから、まあ、なんか100万ぐらい入ってくるという計算になるでしょう。でそれをずっとやっていって、じゃあ新しいやつ新しいやつとやっていくとですね、まあ、何億っていうのになるわけですね。
で、それで僕の知り合いなんかも不動産を回してるわけですよ。でね、安定した収入を得るためには一番いいのは不動産だっていうことはもう多くの人が言います。で、あれは実は甘く見てるわけでは決してないんですが、スキルがいらないんです。で、例えば似たような投資物件としてスキルがいるのが株式投資。あれ適当にやっちゃ無理ですからね。お分かりと思いますが、FX もそうですし、仮想通貨なんかちょっとギャンブル性高いですし、まあ、バイナリーなんとかなんで完全にギャンブルだったりするんですけども、株に関してはうまく人はうまくいくんですが、適当にやっちゃいけないですね。だから東京電力っていうと株が上がるとか、なんかにわかに引いてポーンって次組む人もいますけど、それはそれでいいんですが、でもそれを安定してワンチャン狙いじゃなくて安定してやるためには、ちゃんとした、ね、財務指標の見方であったりとか、ベーシックなね、エッセンシャリーな部分ってのは必要なわけですよ。でも不動産投資は、もしかしたらプロの人からさ、とんでもねえことを言うなって言われるかもしれませんが、一応単純化して言うとですね、銀行からお金を借ります。で、お家を建てます。で、そこから貸します。それだけ。だから一応負債は抱えてはいるんですけども、そういうのをいくつかいくつかやっていくと、まあ、勝手に入っていくとこですね。で、いつかローンが返し終わる、もしくはガーンって返しちゃったりできたりするわけですよ。まあ、そんなことを回していくと、お金だけがずっと回り続けると。で、チャリン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 と、その輪転機のようにですね、お金が入り続けるという。で、それをやらった方がいいっていうのが、一部上場企業、もしくは別に上場企業じゃなくても儲かってる、会社の社員か公務員、その人たちは不動産投資をやった方がいいです。だから銀行からお金を借りやすいからです。で、分かっている人はみんなやっています。分かっている人はみんなやっています。で、日本がですね、不動産が下がってくるという説があるんですけども、上がる不動産があるんですね。それは何か、まずは福岡だそうです。福岡都市圏が上がると言われています。特に僕が住んでいるところがそうです。あと、もっと賢い人は海外の不動産を買います。で、僕の知り合いで不動産王みたいなのがいるんですけども、なんか、ダッカの不動産買ったって言いましたね。ダッカどこか、バングラデシュです。だけどそれは30年経っても上がらない自信があります。はい、行ってみたんですけど、何のポテンシャルもないです。ごめんなさい。はい、まあ、ただ、なんだろうね、まあ、渋谷だって昔はそうだったって説がありますよね。まあ、そうやってですね、例えばもう30年ぐらいローン組んでね、俺が80歳になってもさ、その間、臨転機でガーってやったらいいでしょ。それで、まあ、天変地異があって、じゃんってなったら、それはそれでいいわけですよ。ね、で、それでお金がずっと回り続けて、月々1000万か2000万か3000万ぐらい入ってくるとしたらどうしたいかというと、もう海外事業展開ですよ。それで、この間僕のよく知ってる、もう名前言うと杉山さんという方から連絡がありまして、Q さん、1月29日、チェン内だよねと、ちょっと前後のスケジュール教えてもらっていいですかって言われたんで、って言ったら、いや、俺行くからと。おお、いや、なんか行く的な話をしてたんで、半分冗談かなと思ったんですけども、行くからって言って、で、実は俺、チェン内に会社持ってんだよねって言うんですよ。で、事業頑張ろうらしいんだよって。で、インド人と共同経営なんだからねと。で、まだインド行ったことないらしいんですよね。で、僕がチェン内に行くのに会わせてくれて、で、向こうでいろいろちょっと話しましょうよって言って。そしたら、前回ここに来ました10億人ニキさんっていうね、勝手に言ってる人だけども、あの方なんかも、いやいや、いくらでもお金出しますよということで、なんかもしかして不動産会社を作りまして、飲食店をやると思います。ただし飲食店は日本ではやりません。面白くない。日本でやっても面白くないんですよ。やるなら、インドかアメリカかアゼルバイジャン。どこやアゼルバイジャン。で、アゼルバイジャン来てるんですよ、今。だからね、ドバイがね、今ずっと流行ってるじゃないですか。もう香港終わっちゃいました。残念ながら。中国になってしまいましたからね。香港はもう終わっちゃいましたけれども、だから昔ね、僕の知り合いの富豪の人たちはみんな香港行ったんですよね。もしくはシンガポール。でも最近みんなドバイに行ってますよね。で、第二のドバイと言われてるのが、アゼルバイジャンのバクーという都市です。カスピ海に面していて、天然ガスがいっぱい取れるところなんですね。で、これから来ます。で、高層ビルがいっぱい建ってるところですね。で、あそこで寿司屋をやると、もう 100% 儲かるとかなってるんですよ。で、とりあえず、まあ、バンガロールで寿司屋をやりまして、で、次にアゼルバイジャンやって、で、まあ、ニューヨークでいいかなみたいな。なんかそういうのがあるわけですよ。だからね、来年から50歳ですけども、50歳になったら面白いとね、予言されてるんですよ、僕は。僕と縁にしといた方がいいですよ。もう昨日の今日の話ですよ。もううまくいくイメージしかないんですよね。でね、実は動画で上げたんですけども、昨日の動画を見た人いると思うんですが、滝行満行しましたって言って、車の中でアメリカンドッグから食べて、おまんまいとかなんか言って、めちゃくちゃケチャップがピッついたりとかですね。なんでしょ。で、あんまりちょっとまともな話を、まあまあしてるんですけども、
成功のための8ステップっていう、まあ、これコーチング的な非常にロジカルなセオリーがあるんですよ。でこの通りやれば全部うまくいくんですね。で月収500万円っていう話を2年前にしていました。なかなかいいコンテンツだなと思ってます。であの時月収500万円だったんですけども、実は10月ね、あの残念ながら本当俺反省しないといけないんですけども、10月の月収たった500万だったんですよ。いや1000万いかなきゃと思うんです。たった500万円でした。でたった500万円だというふうに思ってる自分がいるんですけども、2年前は500万目指してたんですよ。はあ、人というのは成長するもんだと。でもし今僕が月収100万円だったら、もう俺ちょっともうピンチでしかないです。でもそれは15年前、まさしくですね、お会いした時はもう月収100万円を一生懸命書いたんですよ、血の滲むように。で人間っていうのは成長するもんだなと。で成長のなんか段階があるわけですよ。で成長のため の8つのステップというのがありまして、でこれをおさらいしますと、1つ目が目標です。何でも構いません、目標です。じゃあ月収100万円でもいいし、まあ、一応僕月収1000万ミニマムにしたいなと思ってます。でもっと言いましょう、そのための方策として不動産会社を成功させるという目標ができました。で目標はそれでいいんですよ。で次大切なのは目的というやつです。でここがねちゃんと合致しない人がいるわけですね。10億円のビルを建てるっていう目標を立てたとして、じゃあ目的って何かったら何のためにするのってことなんですよね。でその時にこの目的だったら必ず失敗するという目的があります。いやかっこいいじゃんと。で何のためにかっこいいんですよ。でかっこいいじゃんの、ね、ためにかっこいいじゃんの裏にあるのは人から認められたいなんです。で承認欲求に基づいた目的というのは大体失敗します。なぜなら承認欲求というのはもうね再現がないんですよ。で認められたいというなんか欲求ほどねなんかもうクソなものはないって言ったらあれですけどね、何回も言うとね、僕はこれをやって人から認められたいなんてのは全然思いません。やりたいだけ、やりたいだけで、そういうの大体うまくいくわけですね。だから純粋にやりたいでもいいんだけども、じゃあ僕の場合、何の目的かって言ったら、いや人生拡大という目的があるわけですよ。であと30年か40年ぐらいはこのまま活動できると思います、きっとね。だからちょうど20歳からスタート、いや僕の前事業がスタートしたのが17年前ぐらいですから、まだまだこれから倍以上できるわけです。倍も3倍もできるわけですね。で、海外でアゼルバイジャンで寿司食ったら、じゃあアゼルバイジャンで寿司やんのなんでって言ったらさ、いや面白いじゃん、最終的にはめちゃめちゃおもろいやんっていうのが来るわけですよ。もう最高やなというのが最高ですよね。で僕の場合はその目標と目的っていうのはガシャっていくわけでしょ。で1番目目標、2番目目的です。はい、これが決まったら 50% 達成、はい、もう 50% 達成です。で次制限となるビリーフ、リミッティングビリーフって言いますけども、の解除する方法。月収1000万って言った時に、いや俺には無理だって思う人がいるんです。なんでって聞いたら、いやそんな才能がないとか、年だから、男性だから、女性だから、イケメンじゃないから、逆にイケメンすぎるからとかね、いろいろあるわけですよ。いやイケメンすぎたらさ、俺イケメンじゃんみたいな、全然イケメンじゃないけど、イケメンじゃん、人からネタバレるんだよね。何にしても言い訳するの。若いからも言い訳になるでしょ、年だからも言い訳になるの、男性だからも言い訳になるの、女性だからも言い訳になるのね、学歴がないからも言い訳になるのよ、逆に学歴ありすぎるからも言い訳になるのよ、全てできない人は全部言い訳するわけですよ。でもそれ全部幻想ですからね。だからあらゆる言い訳を否定できるかどうかです。それがリミッティングビリーフの解除です。リミッティングビリーフの解除、もちろん根深いのありますよ。もともと自分をもう無意識で肯定してないとか、でそういうのは、例えばそういう自己肯定感とかいうのはちゃんとやった方がいいと思う。まあ、それはそれでセオリーあるんですけども、とにかく自分を肯定してないのも含めて、自信がないとかのも含めて全部幻想です。でそれに気づいてしまったら次に進めるわけですね。何かエンパワリングビリーフ、つまり力づけとなるビリーフです。エンパワーするビリーフ。例えば月収1000万、まあ、全然楽勝だよねとかね。なんでって、いややってる人いるじゃんって、ね。誰それにできるんでしょ、同じ人間でしょ、細胞の DNA 組織 99.9% 一緒じゃできないはずないじゃん。あの一つ言えることはあります。あのね、お金に関しては思い込み 100% です。僕は音楽大好きです。だからこそ言えるんだけども、音楽の才能は思い込みでは無理です。あとあの身体能力、もう生まれつき決まっちゃう部分であるんですよ。生まれつき決まっちゃう部分。
あの生まれたおぎゃーって生まれた瞬間に日本人であったらオリンピックで 100m 走で金メダルはまあ取れないでしょう。もう日本人とアメリカ人黒人って身体能力にもう歴然たる差があるわけですよ。もう遺伝子 DNA に組み込まれてるわけですね。でももしかしたら突然変異的に日本人でも 100m 走で金メダル取るぐらいの身体能力を獲得できる人はいるかもしれませんが、まあ、本当に稀ですよね。じゃ大谷選手すごいですよね。あの人はまず生まれた瞬間に大リーガーになる素質があるわけですよ。で大リーガーになる素質のある人は多分日本にたくさんいると思うわけです。10人とか20人じゃないですよね。多分1000人ぐらいいるでしょう。毎年1000人か、まあ、1000人はないけど毎年100人か500人ぐらい生まれてるとしましょう。でその上で適切な思い込みを持って適切な指導者がいて、いろんなファクター要素が組み合わさって大谷選手になるわけですね。だけども一番大切なのは身体能力です。で音楽の才能もそうです。僕音楽が好きなんですよ。だからこそそうなんですが、この土井徳弘君という人は僕が中3の時の高1、中3の時の中1です。最初トランペットやってました。で彼の唇がトランペットに合わないんですよ。合わないんです。だからナランペットと言われたんですよ先生から。で中3の時に突然典型に目覚めて、トランペットじゃなくてね、これズーッという吹き方じゃなくてリード楽器、笛のね楽器、それをやった瞬間にうわーって伸びてしまって、その時も高校2年生でした。やっぱりなと思ったんですよね。なぜかというとトランペット吹けないくせにですよ、トランペットでハモるんですよ。すぐ吹けないなりにカスカスの音なんだけども、誰かがメロディー吹くじゃないですか。そしたらそれに横からハモり始めるんですよ。何こいつって。歌うのは分かるんですよ。なんだかね、ストラビンスキーのペトルーシュカっていうね曲があるんですけども、オーケストラの曲が、それをねピアノ習ったことないのにピアノで弾き始めるんですよね。耳だけで。もう才能あるに決まってるじゃんと思ったんですよ。だけども唇が合わないからナランペットと言われて下手くそ扱いされてたのが中3になったら上でしょ。俺高2でしょ。1年間だけ、逃げ切ったふりをしました逃げ切ったふり。もうね、僕高校2年生は最高学年ですね。高校2年生は2学期から、で高校3年生は1学期で、ね、夏休み終わりますので、で高校2年生は2学期です。で彼は中学3年生の2学期になってるわけですよ。まだ3ヶ月しかやってないんですけども、もうほとんどもう無理だなというふうに思ったんですよ。でそれ1年間でなんとか、まあなんていうかな、先輩なんかちゃんと吹いてくださいよってね言われる前に卒業することになりました。いやまあ分かるわけですよ。だからその時にね、もし彼と接ってね5年間やってたことを彼は1ヶ月でやってしまったぐらいなんですよ。でこれどこが違うのって言ったらさ、努力の差じゃないし時間も全部一緒なんですよ。もう才能でしかないんですよ。だから無理です。だけどもう一回言います、お金あったらいいじゃないですか。でお金だけは平等に才能関係なし、はい、アスリート才能 100% です。 100% プラスアルファ、ミュージシャン 100% プラスアルファ、数学の才能 100% プラスアルファ。東大京大に頑張ればみんな受かれるらしいです。ただし理系はちょっと違うと言われました。数学だけはちょっと違うと言われました。あと東京芸術大学は無理です、はい、でもそれ以外のね、東大京大の理系と東京芸術大学、もしくは、まあ、もしかしたらそういうねあるかもしれませんが、東本学大学とか、あるかもしれませんけども、もう日本のねほとんどの大学は努力でいけるんです。もしくは適切な指導者でいけるんです。僕音楽やってるから言えるんですけども、ブラスバンドで吹奏楽コンクールってあるんですね。うまい学校ってあるんでしょ。あれどういう学校が金賞になるかって言ったら、生徒の才能じゃないですからね、指導者なんですよ。もう 100% 指導者です。指導者がこっちの学校からこっちの学校行った瞬間にこっちの学校が下手くそになってこっちの学校上手くなるんですね。才能じゃないですね、まあ、それはね。だからそれと同じように指導者が適切であれば吹奏楽コンクールで全国金賞になるし、1年で金賞になるし、で指導者が適切であれば、誰だって東大の、農学部か理学部ぐらいは受けるわけですよ。医学部ではちょっと難しいんですけども、才能があるから、うん、だからまあ話戻しますと、じゃあ仕事のお金に関しては誰もが 100% 月収100万円楽勝。じゃあどこが違うの？ 100% 思い込み。で思い込みを変える方法があるんですよ。これ。
これね。もしくはこれ。これ。ね。もしくは、これについている音源を聞くだけです。ね。音源を聞くだけいいでしょ。音源聞き方があるんですよ。15分は音源聞きながら、耳で聞こえるものに対して、目でイメージするんです。共感覚っていうのを聞きたいんです。共感覚を聞きたいわけです。例えばですね、この絵があります。この絵があります。共感覚者の人は、この絵を見た瞬間に音が聞こえるんです。で、例えば僕いつもお世話になっているこの安倍さんっていう人なんかは共感覚者ですから、絵を見た瞬間に音が聞こえるんです。で、それを音を鍵盤でなぞれば、そういうものができてしまうわけです。で、これを見て、音が聞こえる人、まあ、いるかもしれない。逆があるんです。音を聞いて見える人がいるわけです。それ共感覚者。で、音を聞いて、匂いがする人っているわけです。